次の朝、モッティはいつものように起き、木の花とご飯を食べ、ピカチュウと学校へ行き、授業を受けるのでした。そして放課後も、もうゲーム内もめんどくさくなったな。はい、どうも、皆さん、こんばんは、モッティです。今日もポケダンの不詳不思議なダンジョンやっていこう。そして帰る。そして早速帰る、ニャスパー。お、あ、みんな、そうだ、調査団見習いだ。そうだ、そうだね。それをやるんですよ。で、調査団見習いをやるために、さよなら。ピカチュウ、さよなら。気をつけてね。二人ともスカーフ、に、あ、スカーフ似合ってる。やったぜ。やっぱ渋谷のギャルに教えてもらったからな。おう。あ、いた。まだ電流さんいた。まだ帰ってなかったんだ。相変わらずですね。電流大丈夫？はあ、なんとか、その声は村の子供たち。調査団見習い始めようと思ったの。そうですか、頑張ってください。あ、そうだ。そういえば、つながりオーブの使い方説明。あ、そうですよね。肝心なこと忘れました。このアンポンタン。僕、アンポンタン！つながりオーブの使い方説明しましょう！何回お前はサムネ候補になるんだろうな。ガジェット取り出してください。はい、どうぞ。ガジェット開けてください。はい。うわー、新しくメニューが増えてますね。はい。はい、はい。下画面のアイコン、はい、選びます。はい。なんか覗いてみます。はい。はい。おぉ！はぁ？ポケモンが見える！ニンフィア？ニンフィアなんか出てきたっけ？今回。ニンフィアですね。詳しく見てみましょう。はい。つぶやきなんだ。ツイート見ましょうか。お気に入りに登録とかあんの？どうしよう。迷ってしまいました。どうしよう。もう最近、鋼タイプ多すぎて、私のハイパーボイス聞かないんだけど、目覚める炎とか目覚める地面とか入れようかしらとか 言ってたらどうしよう。すげえやだな。なんでヒードランピンポイントのために目覚めるパワー地面入れなきゃいけないの私みたいな。瞑想入れたいんだけど、やめよう。深くなりすぎちゃう。つながりオーバーこのようにポケモンたちの、悩みやつぶやきを見ることができるんです。それでどうします？調査しますか？なんだ？あ、ニンフィアが怖そうな森にいるから助けようね。あ、これはあれですね。今までのポケダンの、いわゆる調査っていうか、救助っていうかね。それって一緒ですね。受けましょう、受けましょう。はい。目的地は怖そうな森。ね、B でつながり応募を閉じて、怖そうな森へ向かおう。了解。じゃあ行きましょうか、早速。6階だからもうポンポンポンって行っちゃえばいいんじゃないですか。よくできました。ごめんなさい。ちなみにもう一度、ガチャッと開いてみてください。また？調査リスト。はい。あ、これがあれですか？受けてる調査一覧？あ、ですね。一度にたくさん受けてしまった時とか、全部確認できるんで便利ですよ、と。はい、はい、はい。村の出口へ行って、お仕事頑張ってください。ありがとう、電流。よし、今からやるよ。モッティ頑張ろうね。オッケー。初めてのお使いだな。ドレミファソラシド、ドシラソファミレド。預けよう。あ、そっか、リングルなくなっちゃうんだ。これそしたらさ、リングル、カバイリングルちょっといらないな。で、PPA だとマックスが2個ずつあればよくて、オレンも2個でよくて、爆裂だね。爆睡玉とかまあいらないから、こんなもんかな。はい。で、引き出すで、なんだろう、リンゴあと1個引き出しといて、あとは、何が欲しいかな。ワープある程度欲しいよね。1、2、3、4、5個ぐらい。で、1のがまあ、3ぐらい。こんなもんか。こんなもんでどうにかなんべえや。んで、ちょ、リンゴ買っとこう。リンゴがちょっと少なくなってきてるんで、ちょ、リンゴ買っときます。リンゴがなーい！幸せリングル。経験値もらえる。あ！幸せリングルめっちゃ欲しいんですけど。買うのもありか。まあでも買えないんで、まあ行きますか。で、どっち行ったらいいんだ？ここ？あ、でも、だいぶあれかな？自由に動ける。あ！怖そうな森を選んでみよう。はい。これ R。あ、救助。怖そうな森行きますか？はい。おう。あー、もうデスタートなの？お、早いですね、今日はね。ダンジョンに入るまでがね。ビードル。あれ？怖そうな森って一回来ましたっけ？あ、来たような、来てないような。鳴き声、部屋全体でかいよね。オッケー。はい。で、上向いて、上向いて、上が上向けない。上向けない。はい。で、はい、はい、はい、できね。はい、うまい、うまい、うまい。これさ、サクサクいっちゃおうぜ、もう。6回でしょ？うわー、なんだお前。トリミアンだ。怖いわ。なんだお前。初めて見たぞと思った。今日ね、物理技呼ばれる。あれなんですよね。ファーコートって、あれ？ファーコートって、そうだよね。物理攻撃をだいぶ、何するんだっけ？結構、半減、半分、威力半分とかにするんでしたっけ？
だいぶあれなんですよね、結構。あ、威力 X や、ナイス。そうでね、そう、XY 一番最初、僕がはめます。はめて、あ、で、俺リングルつけてねえのか。持たせる、はい。そう、一番 XY 一番最初に、まあ、第6世代の神父系なんで、ゴツゴツメット持たせて、なんだっけ、思い出せない、あれ、物理技が3段階上がる、物理防御が3段階上がるやつ。やって、すごいこう、物理受けだ、ドヤーつってメガガルーラの前に、さっそうと現れて、さっそうと消えていったで、おなじみのね、トリミアンさん。わかんない、ごめんなさい。ちょっとおたおたしいな。あれなんだよな。いや、あのさ、僕ね、ちょっと、ポケダンのね、実況を YouTube の人たちがどういう風に実況やってるかなっていうのをちょいちょい見たんですよ。ちょいちょい見たんだけど、なんかあんまりこう、ポケモンにめちゃめちゃ詳しい人たち、ぽい人たちがやってなかった。まあまあ、プレイされてる人は結構みんなやってたんですけど、で、結構バトルとかもめっちゃ詳しいねっていう人があんまり見受けられなかった気がするんで、てか僕が見つけられなかったんで、もうこれは俺の方向性として、ポケモンオタクとモッティが、好きな人が見れるポケダンにしようって、ちょっと最近ちょっと思ってるんですよ。そうそうそう。ポケモン。やっぱポケモンオタク的にはやっぱそういうね。油汚れ 2! この油汚れ2も言えるかどうかって、ね、ポケダンシリーズやってるか否かですからね。なんてギフンギフン。どこ行くの？ちょっとピカ、先輩。ピカ、大丈夫か。そう。そういう方向性でちょっと行くんで、よろしくお願いします。まあ、ローグライクとかポケモンとかわかんない人はね、まあ、楽しんでくださいや。ストーリーだけでも楽しいのがポケダンのいいところですからね。本当に。もう、ポケモンとか結構さ、本編のストーリーとかって割と、なんつうか、最近怖いじゃん。まあ、昔から怖いけどさ。昔から怖いけど、結構怖いじゃないですか、昔から。だからちょっとそういうところで、結構敬遠してる人とか中にはいると思うんですけど、まあ、やっぱね、ポケダンはほんとストーリーも可愛いし、割と感動的な話も多いだろうし、これからね、いろんな話も出てくるだろうし、まあ、そういう意味で、結構ね、いいですよ。おすすめ。個人的にはストーリー結構ポケモンシリーズの中ではおすすめな部類。全然いけるな、これ、このまんまな。いけるな。サクサクいっちゃおうぜ。はい。はい。眠り守り?なんか強くない？それダブルだろ。眠らなくなる。使った場合、その冒険の間、HP が少し上がるんだ。おー！じゃ、ちょっとピカ様の方にはめとこうかな。守り系だから。あ、ちょ、待って、ミス！ちょ、甘い香り。謎の草ですね。お腹が減る。あ、甘い香りってお腹減るんだ。じゃあの。まあ、リンゴあるし大丈夫でしょう、今回は。で、6回までだしね。そんなに。やっぱさ、ビードル真正面から見るとさ、わかんないよね。なんか光ってるよ。これ何？光ってるよ。撮るよ。はい。何が違うの？何が違うの？普通のあれと。何が違うのか全くわかんないんだけど。なんか何が落ちてるかはランダムですよーっていう、そういう感じか。まあいいか、次行く。もうバンバン行こう。バンバン行きましょう。はい、怖そうな森4。はい。さあ、モンハウとかねえのかな。なんかそろそろ、波頭棒。ああ、確かに。よし。あ、ミスった。よし。スバメ？すばめ、弱っ。あ、ちょ、ムックル、波頭棒、ムクバード。じゃあ、ムクホーク。あれ波頭棒？あ、違う、あれだ。にわか、にわかってんよ。じゃあ、あのさ、なんだっけ、鳩のやつ。出てこねえな。そんぐらい存在感ねえから、キラキラ床。あ、キラキラ床っていう、なんかそういう床があるのね。へぇ、じゃあの。なるほど、そういう床があるんですね。はい、5回。ちょっと、モンハウとか、なんだこれ、下。え、なんだこれ。ああ、スカンプね。ちょ、やっぱさ、意外とさ、ポケモンの後ろ姿って見たことないポケモン多いね。意外とさ、なんかポケモン俺自分、割と、シュシュプだ。シュシュプがいる。ちょっとあれだね。右下のあれはもう、スルーですね。うん、あ、強い。なんか、あんま強くないね。シュシュプ。やばい。お腹めっちゃ減ってる。危ない危ない。こうして。違う。こうして。こう。はい。オッケー。お腹食いますか？お腹食べようかなと。あ、でもなんか新鮮なリンゴめっちゃ来てますね。まあ、でもリンゴ1個あればもう十分でしょ。6回だし。はい。バリアー。防御がぐーんと上がっていく。2段階上がっていく。よしよしよし。したら、ちょっとこれだけ適当に回収しつつ、
これはどっち？上、右、左、下、左。遠くない？次の部屋まで遠くない？どこ？どこ？まだあんの？まだあんの？おーい。あ、お金だった。ま、ちょ、階段がないよ。階段がないよ。あれ？階段？あれ？あ、キラキラよ。あ、今、キラキラよ。言うかとかあった。あ、もうさ、これでやっとさ、結構アイテムがさ、あれですよね。なんか、楽になってきたというか、結構アイテムカツカツだったじゃないですか。だいぶ嬉しいですね。こうやってこう、依頼を受けることによって、こういう低級ダンジョンっていうのかな。ちょっとこう、弱めな、敵が弱めなダンジョンに入って、でそれでアイテムをしっかり稼げて、こう、強いダンジョンに備えられるっていうのは結構ありがたいですね。あったあったあった。一番右上だったね。よーし、オッケー。さあ、ニンフィアがいるフロアですか。これは救助系だったら、この辺で、トゥルルンって、あ、いたいたいた。ニンフィアがいるフロアに到着した。なんで、まあ、ニンフィアちゃんに話しかけに行きましょうと。はいよ。これ、アイテム使わなくてもいけそうだな、これ、そしたら。俺だって左でしょ、多分。多分。はい、はい。痛えな、なんでこっち見てんだよ。お前混乱してるふりかよ。で、あ、脅し、お、脅しいいし。脅しいいし。え、で、もう、全然弱い。全然弱かった。はい、リンゴ送って。はい、ニンフィア、あれ、ニンフィアちゃんいない。ニンフィアちゃん、ニンフィアちゃんいない。左だと思ったら大外れだった。あ、お腹。もう一個、あれか。じゃあもう一個、食べるか。あ、ニンフィアちゃんいた。違う、シュシュプー。ちょ、これは、ピカチュウに任せる。ピカチュウに任せる。ピカチュウ倒せる。大丈夫、大丈夫、大丈夫、大丈夫。お腹減ったな。ちょっとお腹食おう。お腹食おう。お腹食いまーす。50の方食べまーす。はい。はい、ナイス。オッケー。で、どこ？甘い香り。甘いか。まあね、お腹減らしてくるのはね、割とうざいです。はうざいけどさ、言うてあれですからね、お腹減らすだけだからね。まあ、それで逆にターン数消費してくれるのはありがたいね。よし。ということで、お待たせしました。キトさんだ！キトさんもらえるんだ。ちょっと、ニンフィアちゃん。やった、探していたニンフィアを発見した。グッジョーブ！グレイジョーブ！いやー。これ、グッドグレートとかあるのかな。助かりました！かわいい！私、道に迷いやすいようで、今回もつい、ここはどこ？どこですの？ですの？ですの？って、なってしまいましたの！かわいい！ほんとありがとうございました！かわいいの。お、オーブが光った。これあれか、フォローするのか。フォローした。Connected! Most に、あ、やべ、出せ。チーム名出せ。毎回出んのか、これ。あ、フォロワー二人。あー、フォロワーがいっぱいできた。ちょ、ロコンちゃん仲間でしょ、これ。あ、帰っていいか、強制送還。なるほどね。ちょ、あれだな。可愛い女の子をいっぱいゲットしていこう。いっぱいそうしよう。で、フォロワーに可愛い女の子ばっかりして、なんかちょっと、どうやーってしよう。自慢しよう、友達に。あいつに、ヤンチャムに自慢しよう。お、グレイジョブですね。ところで、ニフィアを助けたとき、つながりオーブの謎の動きしてませんでした。それについて、うえい、説明しましょう。いいな、電流いい仕事もらったな、今回のポケダンでな。大活躍だな。で、ニフィアを助けたときにつながりオーブの動きを再現しましょう。はい。こうなって、ニフィアが、で、コネクティブして、一回外してまたも、だからもういいよ、出せよ、名前。コネクティブテンション高えな。素敵な響きですね。君たちはニンフィアと繋がった証です。そして繋がると、はい、ロコンちゃんに行って、なんだっけ、木箱がさらに広がりましたと。このように、ニンフィアの知り合いが明らかになります。知り合い。ロコンちゃんしかいないのか、友達は。直接的な。その先、知り合いもまた伸びてきますと。繋がりオーブはポケモンのつぶやきだけではなく、ポケモン同士の関係も見ることができるんですね。そんなとこまで、あ、そんなことまでか。すごいな。こうしてつぶやきを調査していれば、ポケモン同士のネットワークもどんどん広がっていきます。そうか、その先もポケモンの悩みもまた解決していけばいいんだね。そうです。あと2匹はやれますよね。あとは2匹でやれますよね。お仕事頑張ってくださいと。やったぜ。だいたいコツつかめたね。いけるね。うん。頑張ろう。おー！よーし。じゃあこんな感じでこれからやっていく感じなのかな。終わった調査をリストから消しましたと。ほうほうほう。で、とりあえず、いくつか調査やっていきながら、なんかその、次へって進んでいく感じなんでしょうかね。はい。わかりました。じゃあちょっととりあえず、ここは一旦ここで切りまして、また次のパートでね、お会いしたいなというふうに思います。チーム名、モス。達成。
モッティでした。また明日の18時に。